ここに登場するのは本来はあのブラッド・コーラーだったんですが、交通事故による怪我のため急遽参戦することができなくなりまして、グロム・ザ・ザの登場と相なりました。しかし考えようによってはこちらの方が田村にとって怖いかもしれません。グロム・ザ・ザ、1回戦16人目の選手の登場です。リングスジャパン田村清、リングスの看板を背負って、さあ第8試合に臨みます。負けるわけにはいきません。なんとしても急遽変わりました、グロム・ザ・ザを下して2回戦進出を決めたいところです。第8試合トーナメント A ブロック1回戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー188センチ、106キログラム、リングスプルジア、グロム・ザ・ザ。赤コーナー180センチ、87キログラム、リングスジャパン、田村清。さあこのカードが1回戦最後になります。グロム・ザ・ザ対田村清です。熊本さん、はい、まあ、あの田村選手にしてみたらずっとブラッド・コーラー用の練習してたと思うんですけどもね、はい、タイプ違いますもんね、ザ・ザはね、まあ、ブラッド・コーラー対策でその手足が短い選手、どう決めるかっていうのがテーマだったんですけども、そのテーマ全く使えなくなっちゃいますからね、まあ、ただザ・ザの方も急遽出場ですからね、コンディションがそれでベストだとはちょっと思えないですけども、はい、どういう戦いになっていきますでしょうか。このところザ・ザ打撃も、ね、結構見せるようになってきています。このケオケルールがですね、やはりレスリングの強い選手が、結構有利なんで、その辺はちょっと田村選手では心配だと思います。まずはバチバチと音を立てます。左、おっとタックルだ、速いタックルでした。さあ、そしてアキレス、スタンディングのアキレス、この決まり具合はどうでしょうか、金原さん。まだそうでもないですね。大丈夫ですか。はい、でもザ・ザの場合力がすごい強いんで、このタックル行ってからのアキレスってもうそれがもう得意なんですよね。はい、そして今のタックルも速かったですね。そうですね、ザ・ザのタックル切るのは難しいと思いますね。そうですか。はい、田村はこのザ・ザとかつて戦ったことがあります。もう97年になるんですけれども、仙台で戦っています。その時にはノックアウトで、田村が勝ちを収めています。またもう一回ですね、もう一回いきます。一緒についていくような感じで田村が上に乗っていきます。自分の足を使いましてディフェンスに走ります。そして首に手を回し想定しているんですが、収まりました。動きが収まっています。コツコツドアを叩くようにして、さあ田村の攻撃が始まります。上になりました。このまま動きませんと、先ほどから見ているようにブレイクということになります。すでにアクションを続けなければいけないこの KOK トーナメントルール、非常に酷なものがあります。田村さん、たまに重いのね、たまに重いの、たまに重いの。おっと金谷さん、叩くのはやっぱりこの辺が効果的ということなんですか。そうですね、そうすると首が開きますから。今開きましたね、はい、そこに腕を差し込んでいきます。おっと、もう一回潰されました。カイナジから腕っぷしの強さはこの選手はもうナンバーワン的なものを持っています。いいポジションですよ、今、はい、もう一回左の腕、これ勝っているんでしょうか。今平レフリーがチェックしてますけども、ご覧のような感じ、まあ、グローブ掴んでたんですね。和田さんが回り込んできてしまいました。ちょっとね、放送席からもよくわかんないんですけれども、あ、今こんな感じですね。もう少しこじ開けようというところなんですね、これ。そうですね、脇腹を取ることによって手が下がりますんで、足掛けています。2分半経過です。2分半です。ザ・ザもちゃんとディフェンスしますね、左で封じて、掴んでますね。さすがのザ・ザも鍛えてるから、あの辺やっぱり効きますよね。あれだけ嫌ですよね。さあ、これはブレイクになりましたね。スタンディングの状態に戻ります。残り2分です。1回戦最後の試合、フリースタイルレスリングの猛者グロム・ザ・ザといっても、もうこのリングスルールにかなり順応してまいりまして、いろいろなことをやってくれます。一方田村清、今回は前回の KOK 以上のところを狙っている。もちろん頂点、おっと左、ボクシング
コンテクもあります。突進力がすごい。膝ですね。左構え、田村清。田村が距離を詰めていきます。これを回ります。左ミドル、先ほど打ち続けていたところ、その辺に打ち込んでいきます。殴りつけるようなザザのパンチ、怪力を持っています。ロハイ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 、おっと主張しましたザザ。シェーティトワラがパンチ、さあ回り込んでいった。タックを取ります。タックルに行こうというところ、そしてローキックを打とうというところ、そこはガッツしました。その瞬間に後ろに身を翻しています。バックを取りました田村。うまく切りましたねタックル。左膝、いや足が入ったか。ただ足をってひっくり返そうとしてますね。はいはい、あその通りになりましたね。イスギルクはもっと1ゲームパックを作って、ダメダメダメ、残り時間1分、あと1ミリで2ゴール。今顔面入ってたように見えましたよね。今ですね、和田さんの今背中見てますけど、これ私たちのすぐ目の前で顔面に入ったかどうか確認することできませんでした。乗って顔面殴っちゃったんですか俺。今一発目は顔面に入ってましたね。金原さんのところは見えました？ちょっと今見えなかったですね。ねえ、はい、今ね和田さんのですね背中があったんですよ。顔面のパンチによりグロムザザ選手にイエローカードが出されました。やっぱりそうですね。しかし今ようやく膝を立てます。立ち上がりました。一応正式なインターバルを与えられています。確か場内アナウンサーは3分と言ってますよ ね、 そうですね、はい、3分間のインターバルを与えられています。この間にどれだけ回復できるか。1ラウンドはもう41秒まで来ています。残り41秒まで来ています。でこの第1ラウンド、ザザにイエローカード1枚提示です。再開します。さあ再開、ラスト40です。ザザが精神的にちょっとまずいなという気持ちになっていると思われますが、田村はどうだ。顔面のダメージが気になります。第6キック内股に入りました。タックルに行く、これは切ります、これは切ります。しかしすごい、もう一回来ました、もう一回来た。膝を来る、さらに右ショート、ザザが打ち込んできます。カメラも返します。まあ、ザザのパンチもテクニックはないですけど、これは強いですからね。ちょっとこちらやらない方がいいですね。相手の肩の後ろ、またタックルに来ました。押し込んできます。この次の押し込みというのがあります。時間切れでしょう。第1ラウンド、第1ラウンド終了しました。1ラウンド終了しました。明らかなポイントの違いというのがこのイエローカードによるものがあります。さあ第2ラウンドです。第2ラウンド、金原さん、ポイントはどの辺になってくるんでしょうか、こういう第1ラウンドを踏まえますと。そうですね、今のラウンドで田村さんがイエローカードと、あと試合の有効と、それも取ってますね。それで10対8だと思うんですよ。だからもう判定まで持っていけば、はい、もう田村さんの勝ちはもう確実だと思うので、なるほど、そんな無理をしなくていいと思いますよ。田村サイレードから見ますと無理しなくて OK ということなんですが、戦っている田村本人はどういう考えを持っていますか。おっと飛びかかっています。左のストレート、クロス気味に放ってきます。田村左からまたザーザーが振り回してきます。まだ入ってくる、膝を合わせてきますね。ああそうですね、上になりました。ザーザーは横から叩いた、振り返ったところを追いかぶされます。ザザはああいうところでも振りかぶるんですね、思いっきりですね。コツッコツッといくんですけれども、振り回してきました。田村は抱きついています。これはブレイク狙いですね。田村は全く動くつもりがないようです。強引に引き剥がそうという。10時いきません。10時下からと潰された。相手が動いてくればこのように十字を取ろう、あるいは三角に行こうというそういう動きがあるのかもしれません。スタンディングで両足キレスは取れなくて片方だけです。ドザのアキレス、両足で相手の足をホールドしてないですから、はい、田村は立ちやすいですよね。ひっくり返しやすいですよね。田村は何通りかここから先持っていますでしょう。ザナ の右手狙えるチャンスですね、はい、今
呼吸を測っているのかもしれません。タイミングを測っているのかもしれませんが、ブレイクになりました。そうです、何もしないとやっぱりその呼吸を測っているだけではブレイクされてしまいます。両者の膝のパッドがずれましたので、サブのレフェリーがすかさず飛び込んでまいりましてそれを直します、修正いたしました。左のカウンターが振り回してくる、この一発が怖いところですが、ザザまた上になります。これ首つり上げられると怖いですね、力ありますから。フロントランネックロック、身の拳を振り下ろしてきます。最後だ、足組んで、そうボディに足はしっかりと回されています。残りあと1分近く、1分ほどあります。残り時間1分。これもう1回ここでブレイクになりそうですね。そうですね、あの田村選手も完全にブレイクになりますね、はい、もうそろそろブレイクになりましょう。しかしこのように殴り続けているともう1回アキレス、もう1回アキレス、これ内股になると辛いですね。さあアキレスに今誘い込んでいきましたけれども、完全なマウント。残り40秒、このままでも田村の勝ちはほぼ固いと思われます。硬いと思われますが、田村はそれをもう少し綺麗な形で決めたいと思っているようです。コツ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 と時計が進むのを待っています。あと15秒、これでこのままでいれば2回戦進出は硬いところでしょう。あと10秒、何しろノゲイラが待っています。体力は消耗したくないところです。試合終了です。判定を行います。熊子さん、これはいきますでしょうか。これはもう田村選手でしょうね、イエローもありますしね、はい、まあしかしその正式な発表を待ちたいと思います。ジャッジ藤原、18対17、田村清。ジャッジ西、20対19、田村清。ジャッジ太田、20対19、田村清。3対0で田村清選手の勝ちでございます。3対0で田村清がグロムザザを下しました。判定勝ちです。さあこれで2回戦はあのアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラと田村清という好カードが生まれました。